はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。料理酢実況パート7ということで続きやっていきます。前回は、なんだ、すげえいろんなことが目まぐるしく起こったんですよね。確か、ナノウェアが関係ないっていう情報になって振り出しに戻ったと思いきや、狭山の働きかけで小寺光と、あと、ジェレミー朝霧についに会うことができたっていうところだったんですけど、またナノウェアに連れ去られるっていう。なんか本当にいろいろあって、いろいろ目まぐるしく起きましたね。戻ってるわけないでしょ。はい、ごめんなさい。また相変わらずこれやります。はい、それで前回は小山人もあった感じでやってたんですけれども、いろいろ情報増えてるんですけど、ちょっといろいろ見落としがあったので、順番に見ていきましょう。まず山崎賢治、これ抜けてましたね。わかんねえや、言ってることが。わかんない。あと、どこだっけ。狭山読んだっけな。多分読んだかもしんない。ちょっと、あと、なんだっけ。大見のりじゃないし。大井高さんでもないし。で、ジェレミー朝日も読んだからいいか。山崎賢治と、アンサーフルスマって読んだっけ？あ、読んだか。久々だからどれ読んでんのかすら覚えてない状況なんですけれども。AIST 読んだっけ？あ、AIST 読んだね。ちょっとあと、ここら辺でなんか読んでる。試合読んでないっけ？違う。CIM 読んだ。ちょっと待って、ごめんなさい。ゆだりすぎですけど。これも読んだでしょ？あ、そっか。ここら辺も読んだか。あと、なんだっけ？もうちょい下にあったんだっけ？ CIM 読んでねえのか？いや、わかんねえや。ちょっと待って。ごめんなさい。覚えてないんで。メッセージ。あ、そうだ。とりあえず、今後どうするかの話ですね。とりあえずですね、うちが考えたの二つです。ただね、はっきり言って、今改めて見たら行ける場所が増えてるから、それも多少関係するかもしれないと思って、どうなのかなってところがあるんですよね。とりあえず、うちが考えたのがね、二つあるんですけど、まず一つ目ですね。まあ、誰だっけ？市ヶ谷か。市ヶ谷からメールが来て、捜査が打ち切りになって、それで、なんかうんたらかんたらなので、それで、陸幕の介入が入って、陸幕だったかな？陸幕だか、米軍かがなんか介入してきて、それで捜査が打ち切りにさせられてるので、それでこれからのことを語るために、公安調査庁に戻るっていうのが一つ。そしてもう一つなんですけれども、はい、行ける場所にね、上野駅って増えたんですけれども、前回ジェレミー朝霧が、吉川一馬に捜査を依頼して、それで調査結果を伝えるために、今日の夕方頃に上野駅に来るっていうことを言ってたんですね。なので、上野駅に行くっていうのが二つ目なんですね。それで、どっ
ちにしようかなってね、ずっと考えてたんですけれども、もう決めました。あれ？ここどこ？ん？ちょっと待って。あれ？なんかロケーションおかしくない？あれ？あ、バグったかと思った。本当にバグってたけど。やっぱり、やっぱバグってた。はい、そうですね。どっちにするかですね。公安調査庁もしくは上野駅か。で、うちは決めました。どっちにするか。上野駅です。っていうのも、時間が時間なんですよ。一応まだ5時間、あ、まあ5時間は切ってて、あと4時間ぐらいはあるんですけれども、でもやっぱり接近が近づいてるって、接近っていうか、リオディスの接近が近づいてるってことと、あと、確信、吉川一馬にかけてみるしかないんですよね。東京をよく知る男ということで。なので、公安調査庁に戻ってうんたらかんたらやって、あと公安調査庁に戻ってうんたらかんたらやってたら、なんか結局そこでストップされちゃって、結局余計な足止め食らっちゃう可能性もあると考えたので、上野駅に行きます。じゃあ行きましょう。アサギー教授の話だと、吉川はそろそろ戻っているかもしれないということだったが、奴のことはきっと有力な手がかりを掴んでいるに違いない。まあ、都合よく見つかるとも思えないが一度探してみよう。やっぱりダメだな。浅草口から公園口まで見て回ったが、それらしい男は見当たらない。ところの中にやけに警察官の姿見についただけだ。とんだ時間通じになっちゃった。アウトー！ハズレかー！チキショー！どうしよう。じゃあやっぱダメでしたね。いろいろ行かないとダメっぽいですね。じゃあやり直しましょう。じゃあ公安調査中行きます。今は1分1秒で無駄にしない方が良い。こうしている間に世界は崩壊の道を歩んでいる。俺にできること、それを精一杯やることで少しでも何かが変わるのかな。変わるんだ。いや、綺麗なことか。所詮何かが少し変わったとしても何の足しにもならない。止めること、それしかないだろう。先を急ごう。あれ？これもダメか。そうすると、ごめんなさい、また変動します。5分ぐらいでも無駄にはできないんだよね。あと、行ける候補が品川埠頭と AIST が増えたってことと、あとは、まあ、品川埠頭は前回行ったので、あとは、横田基地に行くか、横田基地行きますか。はい、犯人じゃねえ、全然違え。ふっさまで車を飛ばしてきたものの、基地は厳重な警戒態勢からラッシュライフを構えた米軍や、ハンビーの姿がそこかしこみ見られた。いずれのゲートも固く閉じられ、どうも潜り込めそうにない。と、ゲートが開き、数台の乗用車が乗り出してくるのが見えた。どうやら都心に向かうものらしい。米軍方法部の連中か？ここにいても拉致が開かない。俺も戻った方が良さそうだな。ダメか。もしくは、何回か行くかでフラグが立つっていうのがあるので、ちょっとごめんなさい。ちょっと、何か、ちょっと一通り全部見ます。AIST。海学術特区の中心にある、読めね、中心にあるテレコムセンタービル。20世紀の末に作られた大海における湾岸開発のランドマークだ。AIST 産業技術総合研究所の研究拠点大海研究センターが入っている。狭山がいるはずだが、入り口には数台に車が止まっており、すぐ来た外人の男たちがエントランスに立っている。人たちの物腰から見て、一般人には感じられない。米軍。間違いないな。ここは危険だ。他の場所へ行くとするか。進展ないね。そっか。行ける場所多いからな。
山に戻ってもどうせなんもないしな。情報調査局。これはなんだ。GIA ビル前だ。あれこれテンプレか。まあいいや。普段は人の気配が感じられない不気味な建物はずだが、今は妙に、忙しいじゃなくて、デイビス奴は皆測ったように特徴のないスーツ姿、そして感情を殺した表情。その姿は刑事とも違う。あれは本物の方法関係の人間たちだ。